吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。本日は第33回のボストンマラソンが開かれております。こちらのところに、この町田警察署の防犯靴の展示が行われております。こちらはドア周り用の防犯靴ということで、一応我が家でも一部こうしたものがついております。窓周りの防犯、これも一通りつけております。このドアの鍵に関しては我が家はちょっともう少しレベルが下の鍵ではないでしょうか。こちらは二輪車の防犯ということで、私はこんな頑丈なものはつけてませんので、もっと簡易なものしかつけておりません。車の中に入ります。こちらはセンサー類があるということでした。こちらは屋内用のセンサーカメラ、こちらテレビドアホン、我が家はこんなものもついてませんね。部屋の中から外を見るだけのタイプのやつです。これは防犯フィルムというものになっています。どんな役割をなすんでしょう。赤外線センサー、こちら人が通った時に感応するようになっているんだろうと思います。防犯受信機、これも赤外線などで人の出入りを見ます。ちょうどこちらは自分が映っている姿が見えてます。カメラが自分の前にある形になります。おそらくこのドーム型カメラで映してあるんだろうと思います。それぞれこのセンサー類のものがあります。頭がぶつかりました。これで終わります。